熊がね、ずっとここに映ること今までなかったけど、多分もう熊も来るでしょ、最終日ですから、もう隠された要素ってあいつぐらいしかないでしょ。熊ウサのギ猛と暑アにヒルは今んとこここ見にて覗ない。くことは何回かあったそうけど、だね。クマがまだ来てない。そしてクマがカメラに映る映像めちゃくちゃぶっちぎりで怖い。ことを加味しても絶対ラストあいつが来るはずだ。しっかり。アヒル。でもなんとなく分かってきた。今更だけど、よう気づいたアヒルこっちからしか来おへん。ウサギはこっちからしか来おへん。だい動いてぶる。気づいてきましたね、いろいろ早っ！と。結構確か重に。要な情報だね、これは。結構大事な話です。行ったそばからクマすぐ来るのおもろいな。早いっどてだうもーっからて。さ、12ど時だよ、うもまだ。言ってまだ12時だよ。ー。気づいたーって。アメトークとかやってる時間よ。あ、気づいちゃった。だから来ました。どうもまだまだ正直お前らが活動するほど夜更けてないからね。ハメトーク。分かってるそこのとボころ。クシーもなんか左からっもうちょって2イメー時ジが3時今のぐとこらろあいまる。で老そうけそう、てボクからシーじもゃない。左からしか来ないんです。よう言うやん、草木も眠る牛蜜時って。あ、っ知てらこんとのあれか、おか、前。ボク勉強してもうシーちょい。がダダダって聞こえたら左すにごいパッ手をと打向っいてて、る。けばいいっていうのが分かってればいいんあ、だだいよ。ぶ、左右に近い。だいなぶ、んだよ。そのサいいブリ感ミナーじ効果に、みたいなのやめろよ。カット入ったね。はい。ここら辺からカット入ります、もう。ちょこちょこ。ウサギはいる。ウサギはいる。でもさっきウ頑サ張っギてがんここにいるっな。て怖がって左ばっか気にしてたら、多分右から入られたから。いや、もうなんかあれだよね。怖がるというよりも、倍増でここまで頑張ってるんだからクリアしてくもうれ分みかったていきたな。いかや、ほんとに。な。もうなんかだんだん応援応す援るにな気って持ちにくなっる。てきた。なってくる。もう最初の方でもう死ぬほど笑ったからもうなんか、いいかな、みたいもうな。いい。まだいる。もう、なんなら俺もう倍増エイ本当と申にしまごす。めんなあさい。の段階で勝手に笑ってたからもういいよ。くっそ、長えな。カメラ動いたかな？どう？まだいんの？お前長いってさ、その、常駐やめろって。常駐やめろよ、ずるいよ。ガンガン削られていくんだよ、電力。嘘でしょ？長すぎるって。お前1時間以上張り付いてた、多分だってそれ、数字にしたら。なんなの？ちょっ長とずい。るくない？クマー！1時間以上すごい怖い。マジあいだつだな、け最怖近。さが段違い。2体来てる。もういないよね。もういないよね。よし。まあ、これ録画なんだけどね。やばい。来たね。となると今度は左。いる。いやー、2時の消費が早い。2時の消費が早い。すごい元気、この子たち。ああ、やばい、やばい、やばい。今のは危なかった。よう間に合ったな。おお、いいね。反射神経。焦るなあいつ今一の。晩ガーにナもうビ一回ビ来るるってこな。なんでだよ。今の誰？うおちょっと待ってくれ。今のびっくりあしれ、た。今、デュエビビんなかっ今のた。誰何かだにビビっよ。たさあ、みたじゃあ、いな。俺じゃない、俺じゃない。待って、今の何？ナツか。こいつ？もう俺はちゃんとこう、押ナし込ツめか。たから、押し込めたから。あ、ビビっちゃ今うのよ、はマジ わかんない。今日ちょっと初めてナツが。知らない、今それ、のそれ。うおそれを求めてわかんない。5日目ならではのやつ。一え、瞬だっ待って走ておっもろてきいたわ。属性だびっじゃん。くりした。もう俺も、わかんない、もうな。声出せないから俺もう、うってなったから。心臓キュッってなっやった。た。マジであかん。ああ、でも、クマのところ見に。方もウサギと一緒なんだ。いや、クいや、来てもマは、らった甲斐がありましたよ。さどっっちなんき、だろうね。一旦録画を止めて、さっきの 正あ体見たら言ってあ、た、心臓こいいつでした、た。このクマね。今までその分かんなかった、今まで。ちょっ心臓とが。考察入るんで、聞いてもらえれば。だから、ウサギでもアヒルでもなくダッシュしてきたやつでもないラスボス。ってことを考えると、多分あいつは、その、ウサギやアヒルみたいに一旦その、ライトに照らして撃つみたいな、多分あの紋章がない。あいつは多分もう近くに来て、次消えてたらもう、
ライトの合図なしに急に来るっていうやつだと仮定してます。仮定します。はい。だからアヒルやウサギみたいにワンクッションないし、あのダッシュしてくるやつみたいに、今来るっていうのが多分わかんないパターンのやつ。だからこいつはもう近くの部屋に行って、消えた時点でもう、そっちの扉が閉めるぐらいの警戒が必要だと、そういう判断でいきます。まあ最終日なんでね、そういうぐらいのこともしてくるでしょう。行こうか。いや、あのクマやべえな。とりあえず今のところ12時までもう少なくとも1回来てるんで。うん、だからもうあいつらも本当にフルスロットルというか。大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。いやー、クマがすごい憂鬱。クマ憂鬱。あ、昼消えた。やばいやばい。クマもなんかヒントあんのかな？実は。ウサギ、ウサギ左。アヒル消えたよね。やばいか。あー、右でした。正解は右でした。クマ怖い。クマが怖い。クマずりーよ、お前ここに一回出ないとか。出ろよ。ウサギ、アヒル見習えよ。ウサギ発見。どんどんカット入るね。こいつ何、こいつなんだ？めっちゃカットするやん。まあ結構大悟は難しいんですよね。わかんねえんだよ。あれがクマなのかどうかがわかんねえ、俺には。やばいかな。アヒルだじゃないとしたら今アヒル消えてるもんね、監視カメラから。ウサギ消えた。ウサギガクガクしてる。ああ、もうやだ、ほんとやだ。いいな、隙を見せぬ、二段構え、いいな。あー、熊だ、面白いな、今の。熊来てるってことは、今の面白かったな。うん、右はダメ、右はダメ、しばらくダメ。美味しいな。よし。喉吹っ飛んだね、ここで。熊だ、熊が言ってたらまだダメ。はぁーって。これが一番怖いわ。いやー、クマいるんだよ。だってクマ映んねえもん。映んねえんだよ、多分。いなくなった。お。あ、クマだ、クマ、クマあかん、クマあかん、クマあかん。そうだね。いや、クマがいるんだよ。クマはダメなんですよ、奥さん。クマはダメなんですよ。クマは開けちゃダメなんですよ、多分。だってあいつ映らないタイプ。やばい。これはあかん。消費があかん。もう。いやー。いやー、やだ、やだ、あー、やばい、もうゼロだ。いやー、いやー、さすがに早すぎた気がすんな。早かったんじゃないかな。ちょっと持ちこたえれなかったかな。無理かなー。無理ですかねー。なんとか、なんとか。もうお願い、お願い。なって、レールビジョンが来ましたね。お願い、お願い。出ましたね。頼む、頼む。出ましたね。来たよ、来たよ。審判の時間です。滅びの歌来ましたね。ダメなのか、
ダメなのか？ダメだ、ダメっぽい。あーもうクソが怒りが出ちゃったもん。ビビってんのか怒ってんのかようわからんな。あーもうクソが怒りがね。もうやだ、怒りが出てる。もうなんで？ちょっとこっから謝罪というか、こっから。あ、出た、ダイジェスト。ダイジェスト始まったよ。結構やってるな。めちゃくちゃ死んでるんですよ。だよな。どれぐらい時間使ってんのこれに。もう難しいよね、やっぱり。結構やったでしょ、これね。まあ、それはしょうがないな、これ。ごめんなさい。がっつり調べました。いや、いいと思います。いいと思います。いいでしょ、いいでしょ。もう十分いいでしょ。いるか。むしろ別に調べたのこと言わなくてよかったのに。と。動き全然ちゃうやん。そんなに5ステージでそんなに難しくなるんだな。ね。4までまあまあやったのね。そうね。割と順調にいってたけどね。ね。うんうん。結構来てんな。いや、でも逆にね、攻略見ずにそれだけ時間を、5、おー、もう何もう。人がさ、真面目に喋ってるとこにさ。おい。ふざけ、大それ、俺怒るぞ。ちょっとここは狙ったよね、そのビビらせようとさ。俺喋っとるやん、今。喋っとるやん。そうそう、まあ俺ちょっと5秒ぐらい前に見てたからね。めっちゃ喋ってんなぁと思いながら。またかも。ごめんね。はい。まあ、明らかに動きが変わったと思うんですけど、まあ、気にしないでください。でも、喋んなくなったよね。攻略しに行ってるなぁ。プロの動きになってる。はい。もう、あの、4体の特徴完全に把握した状態でやってます、この時は。純粋にむずいんだな、やっぱ。はぁ、あ。大変だな。ちょっと、中の人喋んなくなったから俺ら喋らなかったこれ。そうか。そうな。そうだ。もうもはや、実況じゃなくなったんだけど。出てきた瞬間も、出てきた瞬間のリアクションにもね、まあ、注目で、この時の。あ、はい。もう無視ですよ、こんなちょこちょこ出てくるやつ。ガン無視しろ。出てきとる。出てきとるな。洗練されてきてるな。だいぶ上級者やって。途端に動きに無駄がないんだけど。めっちゃフォクシー見るし。はい。あいつを見張らなきゃいけないんでね。めちゃめちゃ見てる。もう攻略の仕方がもうあれなんだけど。わかってるから半端ないんだけど。すごいよね。動きがもう違う。神経界。そのポイントを割いてしまってる感すごいな。すごい。もう右下左下全く見なくなった。こいつさえ見ときゃなんで。まあね。これ撮ってるこれ。これ撮ってないでしょこれ。撮ってる。あのさ、冷静に処理するのやめてくんないよ。俺。間違いなく俺だからこれやってんの。冷静に対処するのやめてくんない。ホラーゲーだよ。
最初と全然違うじゃん。あんだけ騒いでたのに。あ、はいはいぐらいのベース感じでシャッターカシャーって閉めるやん。散々敬語で喋ってたのに。まだいるんすか？まだいるんすか？まだいるーみたいな。声も入ってるから、ちゃんとよく聞いたら。まあ、はいはいぐらいのノリだよな。冷静に思うぞ明らかにさっきと違うよ。けだれなんだけど。もう喋ることやめてるもんね、完全に。すげえなぁ、やっぱ。おもろいね。これギャップいいね。そのさっきまで驚いてたやつがさ、急に冷静に意識出す。あ、はいはい、みたいな。あ、いいですね。あ、はいはいはい、はい、ガチャーみたいな。ここまでに何回もの犠牲があったんだよ、ここまでたどり着くのに。そうやな。まあ、若干慣れてしまうとこあるよね。とりあえずもう成功だけ取っとこうみたいになってるね、もう最後。違う人やってんじゃないのこれ。俺だよ、変わってねえよ。実は後ろやってんじゃないこれ。やってない、やってない。受注してないから、そんな。これワンチャン5ステージとクリア動画撮ってきてた。そう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 、それがじゃあ、そんな。依頼とかしてないから、俺だから紛れもなく。ちょっと延長入りますね。はい。カメラの見方がほんと無駄がないな。一瞬であの目視をちゃんと確認するっていう。早いからさ。ガーンって。一瞬で、閉じていく。手だれが。無駄なさすぎでしょ。もうウサギもちょっと、テンション下がってんじゃん。あいつすげえ無言で大したさらしてくるんだけど。最初あんな怖がっててくれたのに、みたいな。そうそうそう。って。長い。そうそう。よく見ると奥にね、影映ってんだよ、ウサギのね。そうそうそう。開ける必要ないんだよね。そう、実は。実は。そうそう。ライトで照らした時にね。そうそう、光のところに映ってんですよ。そっ、もう、あ、左か。そう、左左。そう。だから冷静なのか。そう、絶対左って分かってるから。全開になった時はもう絶対走ってくって分かってるんで。そう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 。あ、なんかだんだんちょっとずつカーテンからはみ出てくんだよ。しかし、もう結構来てるな。あれ、一回出たフォクシーでどこ行くんだ？もう一回帰ります。戻る戻る。でもまた来ることも全然ある。そう、2回ある時もあります。で、今、カメラ見てる段階だと、移動中ってこと、うん、移動中。あ、戻ったね。うん、そうそうそう。ああ、また出てきたね。少しずつ出てくる。で、なんか左の方にニューって出てきた時はもう確実に走ってくる。だいぶ近い。うん。そう、もはや作的この右左のライトだけで実は十分だったっていう話。そう。実は、ね。カメラは基本的にこのフォクシーを見張るためだけにある。うん、もう、ここがおもろいわ。冷静にウサギをさ、一瞬で退治するのがおもろすぎる。じゃあなって。じゃあなって。別にマイクオフにもしてないからね、これ、ちゃんと。さっき一瞬喋ってたからね。長えっつって。あ、消えた。フォクシーも大丈夫。冷静な対処の仕方がおもろすぎる。面白いなぁ。なんかこの代わりをまた面白いね。これいいわ。いいなぁ。ちゃんと作ってくるなぁ。いや、作ってくるなって別に。狙った展開じゃないから、これ別に。まあ、結果的にこうなっただけで。まあまあまあ。早く5時回って、そろそろ5時回らんと、ペース的にやばい。ああ、バッテリーか。そう。15% はいけるかな？よし。辛いかも。ちょっと厳しいか、ギリギリか。頼む。持ってくれ。ああ！ああ！ついにビビった。ああ。
ここら辺はそのもう、そのものの怖さよりもクリアできない怖さが勝っちゃってる。もう、それに終わらせたいっていう。やめてくれって。大丈夫。大丈夫。そこに結びついてちょっとビビっちゃったんだよ。まだかな、まあ、まだかな、まだなのかな。もういいんじゃないかな。もう十分なんじゃないかな、君たちとのこの駆け引きは。いや、もういいんじゃないかな。もういいと思うんだ。残り 3%、ギリギリだな。十分、君たちとはもう遊び尽くしたと思う、僕は。ねえ、そう思わないかい？僕はそう思うな。やばい、0% だ。うわぁ、電源少ない。いったんじゃないかな、でも。どうだ？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 よし！取った！取ってるね！オッケー！はぁ。おーい。お疲れ。これ5日間のバイト代です。グッドジョブ。スポルト。バイト代？はい。120ドル。マジで書いたんだ、120ドル。あんな死ぬ思いして。そう、1万2000円。正確には2回目のクリア。安っ。あ、録画してなかったんだ。はい。なるほどね。ちょっとね、どうやら。そうそう、ちょっとミスっちゃった。あるみたいなんですけど、一旦取り、一旦じゃねえよ。もういいわ、もう。そう、だから、より気がめいった状態ってやったんだよ。もうお腹いっぱいです。なるほどね、それは。ってなわけで、ファイブナイツアットフレディーズ、無事攻略ということで。そうですね、やった感想としては、すごい疲れた。ホラゲーなんですけど、その、自分で探索するんじゃなくて、その、襲ってくるのを防御するしかないじゃないですか。撃退するわけでもないし。だから本当に、恐怖がずっと色褪せないというか、慣れないですよね、この怖さは。やっぱ、襲ってきた時はパッと出てきた時では、いわゆる突然出てくる系ばっかしかないんで、だからずっと怖いっていうので、すごい疲れました。はい。お疲れ様でした。ああ、よかった。終わった、マジ。50キロ、6時間もやってんの？やべえ、マジか、お前。そんな撮ったんや。めっちゃ死んだ。今どういう状況？これ今何の時間？何の時間？もうやるわ。めっちゃ死んだ、最後。ねえねえ。え、お前もしかしてあれ？ねえ、これ何の時間？ってことは何？ 12 時からやって朝6時までやってんの？いや、2日間に分けてやった。あ、びっくりした。さすがにゲームのあれに合わせて6時にチーンって終わってんのかと思った。一周5回はやばいな。めっちゃ終わったなぁ。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。本当に。っていう、こんな苦労をね、彼は一人でやってきたという。なんか、バイザウェイの苦労を身に染みてねぎらう回になっちゃったな。指名シーン1個だけ見たいなぁ、そこの。おかわりタイム。おかわりタイムしたいな、これ。おかわりタイム。どこだ？そう、今最後に出てきちゃった。ああ、そこね。見つめ合ったとこね。あそこ何分ぐらいだっけな。ちょっと。でも今の。あ、これっぽいな。多分今の良かったんじゃないか。一発聞いたんじゃないかなと思ったけど。あ、ここだ、ここだ。これの一番、ここのちょっと先に1体で鉢合ってのあれだから。なんだまだいるじゃないまだいるじゃん、なんなのお前さ、もうあっち行け、これ何これ何これどういう状況、これ今どういう状況、これ今何の時間何の時間これ今どういう状況、お前を襲ってくるわけじゃないのねえねえ、ねえ、ねえ、これ何の時間なのこれどういう状況ですか今。教えてください、誰か。これ今どういう、僕今攻撃してるんですか彼に対して。それとも、何ですか何ですか攻撃もなってないのこれ。正解何ですかどっちなんですかこれ。何なのマジで。ねえ、ねえ、何なの君はどうしたいのねえ。この状況どうぞ思う君はねえ。もうわかんねえや。ああもう何なんだよ、ねえ。あれは何なの？どういう時間帯だったの？二人にとって。まだいいんじゃんお前何なのねえ。これどういう状況なの？これは今何なの？これ正解なの？今このライトの状況。めっちゃ電力消費してるんですけど。1、2、3、4、5。いるじゃないまだねえ、何の時間これ。すごい電力使っちゃってるよ君に対してね。もうわかんねえや。何の時間ですかこれマジ。数えんのやめて。こいつは全然動かない。1。わかんない。足止め？どういう。いるじゃない。いるんかい。何なの君。これ何？マジで教えて。もうそんな君に対して恐怖心なくなってる？今。
これ何の時間マジで、すげえ使っちゃった、すげえ使っちゃった、どうしようか。3時までにね、60% の遅い言うてたに、これ何マジで、え、すげえいいんじゃん、これ何の時間、もうマジでわかんねえんだけど。あ、やばい、押せない、あ、終わったわ、知らんけど、なんか、もう、わかんねえよ。何の時間だったんだよ、あれ、マジで。あ、面白い。何度効力にもなってねえじゃねえかよ。面白いなぁ。ここ好きだわ。え、夏どこだっけ？初期びっくり。一番最初？まあ、もう2時間。一番最初にびっくりし。ゲームオーバーだね。ちょっとなぜか映像。あ、ここか。あの、シャッターのしたとこ。何なんですか？どんどん充電できないのかな、なんか。一番最初に一番最初にびっくりした。そうそう。もっと前だよ。ゼロパーまで行くから。ゼロパーのやつやね。一番最初は。そうそう。一番新鮮に驚いてるやつね。あ、じゃあこれでいこうか。ちょっと待ってください、映像が。映像が。え、つか。ああ、びっくりした。一瞬なんかえあれ、うさぎ。お前そんなとこおった？ダイニングエリアに。ちょっと待って。減ってね？減ってね、いや、3体おったんや、さっき。ドア閉め切ってもう、おかしい、ひたすらパワー使ってる時のね。そうそうそう。ガンガン使っちゃってる。また映像が見、なんか多分この映像が一瞬乱れると何かが起こるという解釈でよろしいでしょうか。よろしいですね。そういう認識のもと動かせていただきますね。ちょっと待って、早くね。あ、ゼロになった。え？出た、滅びの歌。なんかいる、なんかいるって、何これ、何これ、何これ。は？今は何待ち？え？何？なんか動いてって、なんか動いてって。何これ。いい声してるわ。プロでしょ、これ。プロの叫びしてたなぁ。僕の代わりはここでしたね。はい。ということで。これもいい叫びしてたな、ほんとに。ということで、皆様。はい。いや、バジャイも一番お疲れ様ということで。まずね。いや、よう頑張ったよ。よかったね。いや、ほんとに。とりあえずは、まあ、ゲームクリアで。まあ、ほんとはまだあれ続きあんだけどね、あのゲーム。まあね、あの、星ってやつね。あれが、もう最高に難しい5日間を過ごすっていう内容。まだ実は第6夜あるんですけど、まあ。あ、そうか、第6夜か。一旦この動画はまあ、ここまでで。ということで、はい。まあ、とりあえず、そうですね、動画に関しては以上ということで。うん、で、まあ、一応告知なんですけど、まあ、今、こう流してた元動画の方は、ニコニコの方に、まあ、そうだな、10分ぐらいかな。の長さで分割して投稿します。うん、で、あの、カットとか一切せずに、もうそのまま投げるんで、あの、分割だけして。で、あの、今日のアーカイブに関しても、YouTube の方に20分ずつぐらいかな。で、分割して投稿します。っていう感じかな。だからこのアーカイブ、僕らも喋ってるバージョンを YouTube に上げますっていう感じです。うん。はい。っていう感じなんで、まあ、いつ、どれぐらいのペースになるかわかんないんですけど、まあ、ぼちぼち上げていこうと思ってるので、まあ、週1か週2ぐらいで。はい。はい。ということで。まあ、物好きな方はゆっくり見ていただいて、また。まあまあ。ということで、今日の放送は以上ということで、230人、もう1000個目いきそう、1000個目いってますね。お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと、2はしばらくいいかなって感じですね。まあ、2とかちょっと、まあ続編は、まあ、バイズは多分もうやらない。しばらくやらないと思う。つか、俺はもうやりたくなさすぎるか、もう2に関してはもうちょっと見たからね、人の実況を。あらららら。やりたくなさすぎて。防衛を防衛しちゃう。あらららら。ね、まあ僕とか、まあ後ろんとか、まあ夏はちょっとどうなんだろう。夏やってほしいなぁ。やってほしいけどね。俺ほんまに途中で、逃げるよ多分。ちょっと今日も一瞬やっぱ可能性が見える先に。ちょっと片鱗見えてたもんね。期待できるなぁ。おぉって。初めてあんな低い声聞いたみたいな感じだったんだけど。ビビるやっぱ、不意はダメだよ。不意はダメだよ。そう
基本的にな。じゃあ、不意で来ない系なら大丈夫かな。いや、じわじわ来るのも怖いけどな、普通に。あ、そう。それはそれで、行かなくなる前に進まなくなっちゃう。それはダメだ。バイオハザードとかだと、もう扉が開けたくなくなって、もうセーブしてそのままゲームやめる。やめないで。やめる。やめちゃう。まあ、次は誰がターゲットになるのかわかりませんけど。まあ、この実況方式がなんか、いい感じになればもしかしたら次あるかもしれませんね。そうだね。まあ、今日だけで結構広告もだいぶ入っちゃってるので。あれだな、はい、できればディスコードで見れる体制がね。そうだね。この辺の体制はなんとかしておきたいな。もう少し頑張っておきます。多分、まあ、ちょっとメディアプレイヤーとかも少し考えてみますんで、ね、その辺はちゃんとやりますんで。うん。はい。まあ、次は誰が犠牲になるのかお楽しみということで。ではまた、来週お会いしましょう。さよなら。はい。はい。